はい、佐久間です。ですね、今スペインバルセロナに来ていてですね、来ました、サグラダファミリア、すごい大きいで、僕らこれから中に入るんですけど、チケットは先行販売というか、インターネットで買えるんで、すごい混んでるんですよ、当日券とか。なのでネットで簡単に買えるので、買って入るのをおすすめするしますね。で、これから中に入るんですけど、あのディズニーのファストパスみたいな感じで何時から何時ってあるんですよ、もう空き枠が。で、空き枠がない限りは入れないって形なので、皆さん気をつけて来てくださいね。では中行ってみましょう。めちゃくちゃ綺麗。サグラダファミリアの中だけだったら、いくらだっけな、17ユーロぐらいですかね。で、いろんな色のステンドガラス、もう綺麗なんですよ。で、高さはっていうと相当高い、吹き抜け、こういう感じ、めっちゃ綺麗でしょ。じゃあパイプオルガンドセンターですね。いや、めっちゃ綺麗だよ、めっちゃ綺麗。今ちょうどですね5時、バルセロナ5時なんですけど、西日が刺さってきてて、ステンドガラスがオレンジ色に光ってるんですよ。日が入ってきてめちゃくちゃ綺麗。確か人は多いんですけど、ここは、お金を出して先行予約チケット買って、でもう来るべきところだなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか、サグラダファミリア。もちろん外はめちゃくちゃいいんですけど、エントランス側の公園の方のところから撮るとこんな感じの写真になります。めちゃくちゃおすすめです。なので、でそっちの方が古い方のサグラダファミリアの方です。で、出口側の方に行くと、あの新しく作られている外壁の方なので、あのそちらの方やっぱりね、2度楽しめる、あの本当に2方向から見ると違うサグラダファミリアで時代の流れを感じられるので、僕は本当に来てよかったなと思っております。バルセロナ最高、楽しいです。ご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったら、いいねとですね、コメントの方よろしくお願いいたします。また、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私佐久間はですね、 Facebook、Instagram、LINE アットの方をやっております。詳細は説明欄の方に、ございますので、ぜひとも、全部登録お願いいたします。